エルミラドールの全体模型、エルミラドールのピラミッド側面にある、スタッコ人島、太陽や金星の信仰と関連すると思われる、エルミラドール石碑2号。エルミラドールは、現在のグアテマラ、ペテン県北端の国境付近のジャングルの中にある、マヤ文明の遺跡。本来の名称は、不明である、主として先古典気候期に反映した。この遺跡が最初に発見されたのは、 1926年であり、1930年に航空写真で撮影された。しかし、イアン・グラハムが1962年に10日間かけて地図を作成するまでは、鬱蒼としたジャングルの奥深くにあったために、ほとんど注目されてこなかった。詳細な調査は、1978年にブルース、ドラン・トレイ・メセニーの指揮するプロジェクトから始まった。考古学者たちは、 エルミラドールが、ティカルやワシャクトゥンのような古典期の大都市とは、同時に建てられたものではなく、さらに数世紀も早い先古典期の時代に建てられた都市であったことに驚かされた。エルミラドールが繁栄し始めたのは、およそ紀元前10世紀からであり、前世紀は、紀元前3世紀から紀元後2世紀にかけての時期で、人口は8万人に達したと考えられる。その後は建設活動が行われず、 幾世代にわたって一旦放棄された形になったが、再び古典気候期になって人が住み始め、最終的に放棄されたのは9世紀の終わり頃である。エルミラドールは面積16平方キロメートルに及んで、大きいけれどもあまり高くない基段の上に築かれた3つの階段状ピラミッドの組み合わせが多数分布する遺跡である。そういった構造の建造物のうち、 最も著名で巨大な建築複合が2つ挙げられる。1つはエルティグレと呼ばれるものである。エルティグレの最も高いピラミッドは55メートルに達する。もう一方はラダンタと呼ばれていて、最も高いピラミッドは70メートルに達し、マヤの建造物の中では最も高い。 加えてこのピラミッドが載っている巨大な基段の底辺は1万8000平方メートルに達する壮大なものである。エルミラドールの建造物の大部分のものは、霧石を組み合わせて建てられており表面は漆喰でかたどられた、マヤの伝説上の神々の顔で飾られている。他には、モノスなどの巨大なピラミッド建築複合がある。石碑が多く残されているが、絶対年代を決定できる、長期歴は、 刻まれていない。ありがとうございます。